さっきからそこからなんか聞いてみたいなのあります。榎本さんがね、まあ、初めましてなんで、榎本さんにいろいろ聞きたいんですけど、まあ、もともとウェイトリフティングをされてた。で、その時の体型とやっぱり今の体型でいうと、かなりガラッと変わった感じですか？変わったところ、まあ、前、ウェイトリフティングやってる頃から、周りのリフターと比べるとかなり悪くもあって、リフターみたいな体ではなかったんですけど、どっちかというとビルダーみたいな体験を出してたんで、高校の練習とかも重量挙げの、スナッチと、はい、クリーン&ジャークの練習だと、東京のデッドリフトと、スクワットとか、がメインだったんですけど、練習終わった後に自分、ちょっと顧問に内緒で。内緒でちょっとバレないようにベンチレスとか。あ、そうなんだ。最初の顧問の人は結構筋トレするとなんか無駄な筋肉ついて、なんかスナッチとかで、あと大胸筋が引っ張られてうまく支えられないみたいな。ああ、変なこと。変なことって言わないで。その方のおっしゃることも、まあ、おっしゃる通りと言えば言えそうですし。やっぱその頃から自分はボディビルダーみたいな体がやっぱ好きだったんで。それで言うと、ボディビルダーのような体が好きなのは先でウェイトリフティング部に入ったのか、最初はウェイトリフティングがやりたかったり面白いなと思って、そのやっていく中での適性を見てボディビルの方にちょっとシフトしていった感じが出る。どうなんですか？いや、最初からボディビルみたいな体になりたかった。あ、そういうことなんですね。なんか中学3年生くらいの時に、マスター&ニュートリションっていう雑誌がありまして、そこの中記事でなんか、シュワーツネッカーの記事がありまして、そこの方でなんか、シュワちゃんがボディビル始める前になんか、ウェイトリフティングをなんかやってたみたいな記事があって、はいはい。なんか自分はウェイトリフティングの基礎があったからこそ、まあ、でかい筋肉作れたみたいなこと書いてあったんで、あ、で、高校入る時に、選ぶ時、ウェイトリフティングが、ある高校があったんで、そしてここでじゃ基礎的な筋力つけてから、じゃ卒業してからボディビルを本的にやろうかなみたいな感じで。そういう計画をもうその中3、高1の段階で立ててた。そうです。ああ、そういうことなんですね。なんか私もこれ聞いた話とか、昔のちょっと見た話なので、あれ、まあ、定かではないんですけど、昔はボディビルの競技にもその重量上げ的な要素もコンテストの中に含まれてたみたいな話がありました。もともとその体を見せてプラスで、そうパフォーマンスそうそうっていうのもあったそうです。大昔の話です。オリンピアとかがまだ全然そうあったかないかなくらいの時らしいですけどね。あ、そういうことなんですね。でも、まあ、さっきの最初の顧問の方の話はその通りかなと思うんですけど、解禁性の表現ですもんね。そうですね。なるべく軽い体重で重いものを持ち上げた方がいいわけですからね。そうですね。じゃあ今はもうあれですか、そのウェイト、リフティングのその種目とかもうほとんどやってないんですか？全くやってないです。あ、そうですか。重量上げの時から、まあ、練習とかで結構肩とか手首とか結構痛めてたんで、ボディビルやるんだったらクリーンとかもやらなくていいかな。ああ、そういうことなんですね。なんかそのトレーニング、今ボディビル式のトレーニングをしていく中で、そのウェイトリフティングのその経験だったりが役だったなと思うところありますか？柔軟性とスクワットとかのフォームとかですね、下で爆発的にグンと上げるフォーム。ああ、なるほど。そういうスクワットをしてきて、自分はまあでかくしてきたなっていう感じだ。そういうことか。ボディビル式のトレーニングの中で、まあ、強度を上げるというところでそういう、まあ、培ったテクニックが生きているような感じなんですね。この辺も面白いですね。なんかもしかしたらこれ見てる、まあ、今中学生高校生の中でボディビルをしたいとかいう方もいる中、まあ、部活選びを迷う人もいるかなと思うんですけど、まあ、この榎本さんのような作戦も、実際それで結果を出されているわけですし、まあ一つ考えてもいいのかなと思う次第ですね。あ、面白い話ですね。なんかまともなインタビューみたいになってました。こんな感じでいいんですか？さあ、他に何かあります？聞いてみてよ。はい、皆さん体型がちょっと普通の一般の体型とはちょっと違うじゃないですか。
なんか我々だけ言ってますけど、サイさんもなんか私違いますみたいな感じ出しますけど、そうですけど、はい、日常生活を普通に送ってて、この体型で支障が出たこととかありますか？羽賀さんから聞いてます。羽賀さん最初で大丈夫ですか？最後に言ったけどさ。そうですね。どうですか、じゃあ、あの榎本さんとか支障自分は、まあ、あの去年の夏とかよくスパッツとかめちゃくちゃ破れましたね。あまた擦れるし。あ、ありますね。また擦れる、確かに確かに。あと以前のサイズも G 版とか入ってたりしたら、ちょっと荷物持ってしゃがんで、あの立ち上がろうとした時にピリッてなったりとかもあるんですよ。ちょっともう半ばジーパンは諦めなきゃいけないところもありますね。この洋服関連は本当にあるあるだと思います。で、足も太くなってさっきのその擦れてくるっていうのもありますし、私あったのは足太くなってると歩く姿もちょっとずつ閉じれなくなるじゃないですか。だからやたら小指ぶつけるようになったっていうのは一時期ありました。すごい痛いなって、車幅がなんか変わっていってる感じというか。日和さんいかがですか、その支障。あんまりないと言えばないかもしれないんですけど、多分結構分かってくれるかもしれないんですけど、長電話してるとききつくなりますね。ああ途中で変えないとめちゃくちゃパンプしない、パンプしてきつい。長電話が、長電話がきついなっていうのは結構感じますね。それはなんでなんですか？なんかすごい私も分からないことはないんですよ。あれなんでなんですかね。なんかその事前にトレーニングして疲労してるからなのか、なんか効いちゃってるのかっていうと、なんかあれじゃないですか。結構ここが太くなってくると閉じ、あの普通の人に比べてやっぱこれが添えれなくなってくるんで、こうやってずっとやってると、ここってやってってっていうのは結構3分前くらいで繰り返してるなって。確かに、でもそれはこうしなくなりました。私ももうなんかスピーカーとかやっちゃいます。確かに家でやるとき絶対電話スピーカーです。そうですね。あ、すごいな。羽賀さんとか多分腕太いからこの気持ちわかるんじゃないかなと思う、ね、僕の場合はね、あぐらをかくと足がしびれる、ハムが。ああ。僕やっぱなんだろう、ハムストリングスが一番体の中で一番発達してて、あぐらかいてると足がしびれちゃう。ああ。そうか、はい。じゃあどういう座り方が楽ですか？あの床に座るとしたら。あぐら。なんか大丈夫です。さ前半と後半のなんか違う。強いてはあぐらなんです。強いてはあぐら。もう無視して。無視して、しびれても、下ごとかと。そうです。すごいです。お構いなし。お構いなし。やっぱ、羽賀さんがちょっと、なんかその、すごいですよね。なんか、我々の走ってる線路とまた別の線路を走ってる感じがあって、面白いですね。まあ、その、東さんの電話の話だったり、あぐらの話ありましたけど、まあ、あの、羽賀さんは、どうですか？今もうかなりお話しされた。いいと思うんですが、他なんかあります？まあそうだな、やっぱ筋トレのせいなのか性格なのかわかんないですけど、やっぱ悩み事とかなくなるっていうか緩和されるっていうかのが、はい、まあ、筋トレの効果であると思うんですけど、ほんとよっぽどのことがない限りびっくりしないっていうか動じないっていうか、あなんかこぼしてもあこぼれたぐらい粉のサプリメントがバーってこぼしちゃうんですけど、でももう前のお母さんとかもうどうしてどうすんのこれもうって言うんですけど、ああ服みたいな、なんか大したことでは動じなくなります。そうか、あでも動じなくなるのはでも筋トレあるだろうかもしれませんね。かな、多分、うん、確かになんかこうゆったり構えれるようになるっていうのはもしかしたらあるかもしれません。